はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、中杯です。キリンの、新商品ですね。キリンビターズのエクストラビター中杯。糖質ゼロのアルコール度数 8%。おー、ちょっとこれは期待ですね。果汁が 0.6%。原材料がウォッカとリキュール、カッコ、ハーブとレモンピール、とライム果汁と酸味料と香料。お、甘味料が入ってない。いいね。ビターリキュールがもたらす、果皮の上質な苦味、心地よい余韻だって。おぉ。ということは基本的にライムの味、ライム果汁が入ってるってことか。ライム果汁が 0.6% 入ってる。これは期待です。これ美味しいんじゃないの？なんとなく。甘味料も入ってないし。糖質も入ってないっていうのが。ね。糖質も入ってないのかな。今日のつまみは、古食美学の辛口スルメ。古食美学シリーズこれ好きなんですよ。これのね、特に美味しいのがね、バナナチップス。バナナチップスがうまい。そんじゃ、乾杯。うわ。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。これ、チューハイこれ。なんか、なにこれ。ハーブとレモンピール。ハーブだな、これ。やけにハーブの。香りがすげえ強え。強えっていうか、なんか、何これ。ハーブの、甘さなしバージョンの、なんかハーブっぽい。で、苦くて。何これ。何の味っていい？ライムの味、ほぼしないしな。なんじゃこりゃ。これは美味しくない。断然美味しくない。なんだこれは。どうなってる？これ美味しいとかいう、これ次元が超上級者向けじゃないのか、これ。これ美味しいっていうやつは多分超上級者向け。キリン。これは超上級者向けだわ。これうまいっていう。やついるのか。何これ。地域限定発売、9人の醸造家が作る、9つの一番搾りだって。各工場の9人の醸造家が、その土地の風土や、郷土ならではの味覚に合わせて作りましたって。札幌の一番搾り。違う。北海道作り。違う。北海道作りと、横浜作りと、神戸作りと、札幌一番搾りの、なんとか作りシリーズか。福岡作り、岡山作り、滋賀作り、名古屋作り、鳥取、ん？何これ？取手作り、仙台作り、新潟がない。
見事に新潟とかの、そこら辺のあれが一切ないっていう。あるとしても仙台あたりか。ほう。まあ、あんまり一番絞りは好きじゃないんで、言えない。とは思うけど、全部飲んでみたいけどね。見たいけど、まあ、仕方ね。キリンビターズチューハイ。これ全体的にこのビターズシリーズ、あんまり美味しくないな。ぶっちゃけたんだし。なんか、いろいろ飲んだけどさ、あんまり美味しくない。特に、これが一番まずいね。これが多分一番過去最高にまずい。ビターズシリーズ。もうなんか、ハーブの、だけ果汁とかの、問題じゃなく、なんか、薬草っていうか野草、そこら辺の野草を、絞って出たなんか、何かを、液体を、そのままこう、チューハイにしたみたいな、感じ。もう、うまさがね、かけらもない。うん。これうまいわ。辛口スルメうまい。うん。うわ。うまくね。まあ。多分、ビターズシリーズで一番うまかったのは、グレープフルーツあたりだった。グレープフルーツだっけ？まあ、大体甘味料使われてるから、あんま飲みたくねえんだけど。でですね、最近関係ないんだけど、アニメで、泣けるアニメっていうのを探してて、結構ね、ストレスの溜まる、ストレスを発散するためにちょっと、泣けるアニメをですね、探してて、いろいろちょっと探してきたんですけど、昨日、おとといあたりから、まあ、これが泣けるっていう。ので、ググったところによると、泣けるアニメでググると、大体出てくるのが、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていうアニメがあるんですね。それを最近、見てて、もう1話目からこれ、もう泣けたんですけど、大体の話、この、全部で11話、あって、今6話ぐらいまで見たんですけど、大概泣けるんだよね。でね、あと、クラナドアフターストーリーっていうのも泣けるみたいです。これも見たことない。
俺結構アニメ詳しくないんで、全然、ゲームは詳しいんだけど、アニメ詳しくない。でね。あとね。まあ。いわゆるさ、昔の、ね、クララが立ったとか、あれとかも、あるんですけど。まあ、あんまりちょっと、古いのはあんまり、見たくないんで、とりあえず、ね、新しめのやつで、まあ、俺がね、感動した、泣いたアニメっていうと、まあ、王道で、ワンピースとかね。ワンピースのチョッパー編の映画バージョン。あれが泣けるんだよね。でね、まあ、あれは、皆さん知ってると思いますけど。まあ、それなりにマイナーなやつだと、マイナーってほどマイナーでもないんだけど、桜草のペットな彼女っていうアニメがあるんですが、それがね、まあ個人的に結構大好き、結構好きなアニメで、まああれも泣ける。なんかね、タイトルだけ聞くとすごいなんか、なんか惹かれる、女性に惹かれるような、ね、タイトルなんですが、実際ね、見てみると全然、感動できるのがすごい、ありますんで、まあ、ぜひ、まあ、ね、見てみてください。あと、俺が感動した、泣いた、やつで言うと、そうですね。なんだっけな。でもあんまりあれ、アニメ俺あんま知らないんですよね。本当に。ああ、魔法少女マドカマギカ。まあ、これもまあ泣けるっていうほど泣けることもないけど。まあでも、アニメは面白かったね。映画は面白くなかったけど。あとね、俺が泣けるなと思ったのが、パパの言うこと聞きなさいっていうアニメですね。あれも感動できますね。まあでもやっぱ個人的に好きなのが、桜草のペットな彼女は泣けたな。あれはいい、感動できる、アニメだったな。あれはすごい。にしたってこれまずいな。まず。これはまずいわ。あと、なんかあったな。まあね、でも、まあそんなとこですかね。だいたい俺アニメほぼ見ねえから。ほんとに。まあでも泣くと結構ね、すごい、すっきりするんで、ストレス解消にはもってこいだと思いますね。だから、
なんか、開ける映画とかね、洋画とか。でも、まあ、いいんでしょうけど。まあ、洋画とかもあんまり俺知らないし、邦画も知らないしな。まあ、前も言ったと思いますけどね。まあ、泣ける邦画は世界の中心で愛を叫ぶ。あれのドラマ版が良かったな。まあ、あと、今会いに行きます。の、あれもドラマ版が良かったですね。結局ドラマ版の方が長いんで、よくこう、物語が把握できる。うん、映画だと3時間ぐらいしかないでしょ。3時間弱か。しかないから。それでね、理解しようっていうのもね、かなり無理がある。今やってる、今日やってましたけど、ハリーポッターの賢者の石とか、ハリーポッターシリーズね。あれもね、原作がクソ多いのに、それを無理やり映画の2時間半ぐらいで終わらせようとするから、映画だとさ、あれは無理があるよね。だから、ところどころはしょりはしょりの、はしょりまくりって。うん。のがあるんで。あとそういえば。これ忘れてた。これ泣けるアニメ、これですよ。忘れてた。クレヨンしんちゃん。嵐を呼ぶ。猛烈大人帝国の逆襲。これですよ。これ。これやべんだ、これ。そう。よくよく考えたら、クレヨンしんちゃんシリーズ、クレシンシリーズと、あと、ドラえもんシリーズも泣けるね。ドラえもんのね、ドラえもん、ドラえもんも泣けるは泣けるんだけど、何が泣けるの？ドラえもん、帰ってきたドラえもんとか、なんかそんな感じじゃなかった。なんかあったよね。ドラえもんシリーズもまあ泣けるは泣けるけど、感動するぐらいでとどまるかな。やっぱクレヨンしんちゃんシリーズはやっぱやばいですね。うん、泣けるわ。ちょっと笑いあり、泣けあり。このすごいこう、シリアスになったり、でも笑えたり。ね。ありますからね。まあでも、ね、残念なことにね、この原作者のね、臼井さんがお亡くなりになってしまいまして。本当に残念なんですが。まあでも、まだクレヨンしんちゃんシリーズ続いてるから、な、映画とか出てるよね。まあでも、やっぱり猛烈大人帝国の逆襲、これが一番泣けるっちゃ泣ける。あと、泣けるのは時代、違う。なんか、過去に行って、雲国際の野望とか、雲国際の野望とかをめちゃくちゃ見てたからな。ガキの頃、雲国際の野望むちゃくちゃ見てたからね。録画で、ビデオに撮って、もう何回も見てたからね。クレヨンしんちゃんシリーズやべえ。本当に なんていうの今でこそ、こういうなんか、子供っぽいっていうのかな。まあ、俺が大人になったからなんですけど、って思われるかもしれないですけどね。
まあでも、俺子供の頃は、よう見てましたからね。うん。まあでも、大人でもすごい、これは泣けるんじゃないかなと思います。ちょっとね、感覚が違うけどね。他のほら、最近のアニメとかとは、ちょっと、登場人物のその、年齢が、ね、幼稚園児ですからね。だいぶ違うんですけど。うん。まあでも、これはやべえっすね。大人帝国とか、やべえな。うん、大人帝国がやべえな。クレヨンしんちゃんシリーズで泣けるやつって。クレヨンしんちゃんシリーズで泣けるやつって言うと、結構泣けるんだよな。感動するっていうか。泣けるクレヨンしんちゃんシリーズって結構多いんだよな。あ、まずこれ。うわ、にしてもまずいな。これはまずい。泣けるクレヨンしんちゃんでググったところ、嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦。でも俺基本的にクレヨンしんちゃんシリーズ大体読んだ。ってか読んだじゃん。映画見たからな。あ、これも見たわ。見た。戦国大合戦って言うと、結局雲国際の野望みたいな。戦国時代のお話ですよね。これも泣けるんじゃなかった。これ泣けるんじゃない。多分泣ける。あとガチンコ逆襲のロボット。あ、逆襲のロボ、父ちゃん。これ知らないな。これ割と最近のやつじゃない。見たことない。で、この猛烈、大人帝国の逆襲。これやべえ。あ、これ。ヘンダーランドの大冒険。これも面白かった。うん。これも泣けた気がする。変だよ、変だランド。嘘だと思うなら、ちょっと置いていいってやつでしょ。夏これ。そして、あと、超時空、嵐を呼ぶオラの花嫁。これも最近のやつだな。知らない。俺、昔のやつしか知らないんだよね。あ、あと、ポケモンのなんかミュウツーだっけ？あれが泣けるとかって聞くけど、俺見たことないんだよ。ポケットモンスターね。まあ、やっぱポケモンは初代ですかね。まあ、あとドラえもんで泣けるやつっていうと、まあ、俺が知ってるのはと、ドラえもんが未来に帰ってしまうみたいな。ね。とかも、かな。ああ、でもこの、古色美学の辛口スルメ、うめえ、これ。これ100円だぜ。
2枚入ってて100円。うめえ、これ。これやべえ。コスパ高え。なんだったっけな。結構泣けるんだよな。ドラえもんね。ドラえもんも泣けるよね。うん。最近で言うとあれか。スタンドバイミー、ドラえもん。どこも泣けるん。ああ、スタンドバイミー、ドラえもん。これが泣けるらしいです。これも見てみようか。まあ、スタンドバイミーって言うとあれか。ポケットモンスター初代の、最初の自宅のテレビでやってる。俺、スタンドバイミーって見たことないんだよね。てか知らないんだけど。なんか列車の、線路の上を歩いてるとか。っていうやつですよね。うん、でもまあ、まあ最近のこういうアニメとか、あれだよ、ね。結構ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかの方が、個人的にとっつきやすいんだよね。うん。ま、そんな感じでございますけど。ま、とりあえず。ま、これはまずいと。キリンビターズ、君には失望したよ。まずい。コクなし。コクなし。ほぼなし。甘みなし。香り。強め。に。一つ星でもいいな、これは。まずい。114、1です。ご視聴ありがとうございました。